カレー役割に取らなきゃ、ちょっと待って。はい、じゃあ。あれロレックなってる。あれなってるこれ。なってます。書いてあります、レック。いつから撮ってたんだろう、わかんない。じゃあ、普通にやるね。はい。ということで、バーベキューです。食材を紹介してもらってもいいですか。はい、こちらお肉の盛り合わせ、はい、やばいよね、ちょっと特番やばいです。すごい。そしてこちら取り放題だったんですけど、じゃーん、なんかいろいろウインナーとホタテ、エビ、イカ、サザエ、好きなものをね、好きなもの取ってきたね。どうすればいいかわからない。カニこれはどうすればいいんだろう。食べ方がわかんないのよ。でもなんか置いたらいいんじゃないっていう。ああ。ということで、こんな贅沢をさせていただきます、ふなかちゃん。まあ、いろいろお話をしながら、焼いていこうと思います。楽しみ。イエーイ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ローストビーフ、来ました。ローストビーフだ。ローストビーフ。分かる？ローストビーフ。そのまま食べるんです。そうすること。じゃあちょっと飲み物を準備しましょうか。はい。持ってくるわ、じゃあ。ちょっとじゃあ、じゃあ焼いてもらっていいですか。焼いてってもらってもいいですか。頑張ります。すいません。お願いします。じゃあ職人のつもりで何から焼こうかな。でも焼肉そうな、じゃあ。エビを取っていきます。エビ頼みます。エビを。はい。合ってるのかな。こういうことをあまり人にやってもらうことが多かったんですけど、うわあ。今日はちょっと連れてきていただいたので、アミタもね。お役に立てるように頑張りたいです。ホタテ、まずね、乗っけます。じゃーん、はーい、もらいました。ありがとうございます。飲み物は何にします？あ、飲み物もいっぱい買いました。そうだね、炭酸がいいです。炭酸、ジンジャーエールから開けますか。ああ、いいですね。まずジンジャーエールで大きいの買ったんですけどね。乗っけちゃいますか。え、いけ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 。うわ、乗せておきます。やばいね。すごいです。泡が素敵。何がいいですか？肉！あ、何でもいいよ。ちょっと覚えといてね。後で頼むから。頼みます。もう任せますわ。よし。ごめん、お肉とか種類、あまりこれがあれだって分かんないんだよね、私。ああ、私もです。なんか思ったのは、二人ともなんか自分の、なんだろう、こだわりみたいなのが、少ないかもね。なんかこういう旅に出た時に、これがしたくて、あまりないんじゃないかなって思ったりした。共通点を見つけましたわ。で、ご飯食べたい人大丈夫？あー、ご飯いる？若干。確かに、ちょっとあってもいいかもですね。ちょっとうちご飯食べたいからさ、若干襲ってくるわ。じゃあいいですか？若干で大丈夫？おもりじゃなくていい？大丈夫です。だった。結構お腹いっぱいに なっちゃうんだよね。そうですよね。でもご飯食べたいタイプなの。わかります。来る？ちょっとご飯だけ一応もらっていきます。いやー、ありがとうございます。いい。焼きます。これが飛騨牛。飛騨牛。飛騨って
なんか岐阜の有名なやつだったという記憶があります。実は小さい頃一回来たことがあるらしいんですよ、岐阜に。私あんまりちっちゃい頃すぎてそんなに記憶はないんですけど、その時の岐阜のひだくんっていう人形を買ってもらったんですよ。懐かしいです。なんだこれは、つながっている。こういう食べ物なのか、ハラミ。エナドリ。あー、鳥だ。コケコッコーの鳥だ。焼いてみよう。いや、やめよう。焼けている。どうしよう、どうしよう。どこでひっくり返すべきなのか。やめて。あ、すごい、素敵です。はい、ありがとうございます。ちょっと軽く持ってきました。よいしょ。なんかスロープもあったんだけど、後でもし欲しかったら行こうかなって思った。ちょっと焼くのはみちゃんにお任せ中なんですが、どうです？ドキドキしてます。え、いい感じなの？お肉はでも、いい感じじゃない？ほんと？これ何乗ってたやつだっけ？これカニです。あ、カニか。じゃあカニのはもういや、うん、いや、これ残しておいいな。そうだね。これはなんだ、何？これ何？それでもカニの、あの、タレ的な。ダメだ、じゃあこれまでしよう。危ないよ、うちの適当なことした。これを特にちょっと全然分からん。わー、素敵。あみちゃんは結構これに一緒に来てくれるってお願いしただけで、どんな感じかっていうのはあんまり知らないで来てるよね、今日。そうですね。びっくりしてるかもね、あみちゃんも。びっくりですね。してるよね。うちですらびっくりしてんだもんだって。あみちゃんに任せてみます。出てるよ、こういうところに。うち本当に焼くから、ちゃんと後で自分でも。そうですか。ちょっと私も結構母ちゃんとかにやってもらうことが多くて。末っ子だもん。はい、うちもそうなの。もう取れそうですよ、ね。よし、ちょっとお箸を準備中なので。なんかさ、もしここにいる方がすごい優しいのよ。さっきもご飯取るときにさ、めっちゃ好きなだけ取っていくなみたいな感じで言ってくださったりとかして。タレは甘口、辛口、どっちがいいとかありますか？甘口がいい。あ、了解です。言っときます。場所はどこでもいい？はい、辛口に。よし、じゃあいい感じかな。ちょっとお手拭きです。カニいつ食べ頃なんだろうね。カニって生でも食べれますよね。そうなの？あれ、カニいいんだよ。うちカニ食べたことないもん、ほぼ。そのカニカマならあるけど。ああ、違うでしょ。カニカマはまた違うの。カニじゃないの。え、おいしそう。じゃあ、よし、お先。いるんじゃん。え、ちょっともらっていいですか？すいません。やったー、やったー、焼いてくれました。じゃあ大事に食べますか。食べてみますか。はい、あ、それではドキドキ。ご準備よろしいでしょうか？大丈夫です。じゃあ、それでは合わせまして、はい、
ただきます。して乾杯した方がいいのかな。乾杯。ありがとう、来てくれて。 ありがとうございます。よし、じゃあ肉食べます。これはどれがどれだか分かんないけど、これがタンで、これがエナドリ。エナドリ、これ飛騨牛です。おー、だそうです。じゃあタンから私は食べるわ。いただきます。うんまっ、やばー。幸せだ。なるほど、焼肉です。そうだよ、焼肉食べたいじゃん。これやばい、なんかメンバーに知られちゃいけない気がするもん。なんかみんなでもっと行きたかったんだけど、ちょっと2人だったからね、定員割れということで。うん、飛騨牛やばいやばいやばい、めっちゃいいやつだ。うん、鶏、まあ、やばい。じゃあうちも鶏いきます。うまっ。やばいね。ホタテいい感じかも。ああ、本当ですか。うん。エビも結構あれかもしれないです。マジ？ちょっとそれで肉焼くか。あれ、パプリカとか好き？あんまり食べないですよ。食べちゃおう。うん。なにこれ、網やんの？肉焼く。肉かかりそうだからこれいってみる？ハラミだったら時間かからないや。これにしよう、分厚い。結構大きかったハラミ、なんか一個に繋がってるみたいな感じで。あ、マジ？本当だ。全部行こう。これ持ってった？これ。そうです。ちょっとこっち寄せた方がいい。あ、ありがとう。ちょっとそれで行こう。行きます。うわ。これやばい。お肉も食べ放題なんですよ。何食べたいってなるよね。どれ食べたらいいんだろうっていう。はい。美味しいですか？美味しいです。飛騨牛めっちゃ美味しいです。飛騨牛やばかったね。めっちゃ、ね、思ってた。結構柔らかくてびっくりしました。なんか鶏も好きです。あ、ほんと？なんかすごい弾力が、うん、すごい、まだ口の中のうーん、体も、あのね、多分ね、あ、キムチもありがとうございます。え、ローストビーフ食べてみていいですか？もちろんです。レモンあるよ。絞りますか？じゃあいい。いいですか？うん、私も、うん、あんまり絞らないです。ほんと？じゃあお好みで。ローストビーフは食べたことがないです。マジ？なんかめっちゃいいやつっぽい感じだよね。どっちも食べた。柔らかすぎてびっくりしました。あ、やってしまいました。すみません。はーい。なんかすごいな。すごいですよね。
ほんとだ。もうなんかみずみずしいのなんで。わすごい。待って、わかるよ、その言いたいことが。なんか、ジュワって感じ。ね、美味しいよ、おみちゃん。行きますか。行けそうじゃない、エビ。もう、立たなかったよ、私。手伸ばして食べ始めてるから。ホタテ食べますか。めっちゃ。あ、え、ホタテ食べてみたい。でも、ホタテ食べたことない、あの、イブシのやつしか。ありがとう。あ、そこで全然。取ってもらった。エビ、この辛味噌とかなんか、あ、醤油か、エビは。ちょっとなんかハイハイしてない、めっちゃすごいね。やばいね。生焼けなのが心配ですよ。なんで、え、ゆく焼き派。いや、私はあんまり。あ、そうなんだ。あれなんですけど、壊しちゃったら怖いな。確かに。そうだ。エビ、エビの食べ方に分かんないね。マミちゃんは心配症なのかも。意外と。そんなわけじゃないの。あー、でもなんか誰かと一緒に行った時は気にするかもしれない。あー、気遣いさんだよね、すごく。あんまりこういう料理系もやらないので、ね、やばい、うちの人もどのくらいまでやればいいのかっていうと加減が、ああ、いっぱい焼いときゃいいんだよな。うわ、待って、エビやばいぞ、めっちゃうまいぞ。ちょっと箸舐めただけなのにもうなんか美味しさを感じた。取っておきます。取っておいた方がいいかも。ね、食べ方が違うよって言われてしまったら申し訳ない。わかんない。よし、ホタテからいこう。ホタテは生でもいけるやつだよね。ホタテ生でいきますか。違うんだ。わかんないです。でもホタテいかつってんの。あ、でもホタテのお寿司とかありますよね。あるよね。ホタテ食べます。いいっすか。いや、わかんない。ちょっと怖い。食べたことないんだよ。どこまで食べれるの。全部いけるの。全部いけると思いますよ。へぇ、そうなんだ。醤油かけた。あー、ドキドキ。初ホタテ。初ホタテ。うん、美味しいですか。美味しい。なんかお寿司とかあんま食べてるイメージなかったので、うんうん、ホタテとかも。そうだよね。お寿司好きになったのが最近だから。うん、美味しい。初ホタテです。はーい。ごめんワンちゃん。ニコジタなので、あ、本当取って、でも今ちょうどよかったよ、全然ふんふんしてないもん。お肉とか食べますか。できてんの。ちょっと待って、マジ持っていいっすか。どこで、ここで。ありがとう。やったー、焼いてもらっちゃった。食べて食べて。何から食べよう。ほんとそうだよね。ホタテがいい頃かも、さてきにも。ドキドキ。パシャってなるから、これチペって、ね、ちょっと怖いですよ。気になったもん。そうです。まだ大丈夫、もう大丈夫。あ、待って、多分。
や、ビビってる。だってうちがさ、全然猫舌じゃないから、ちょっとわかんないかな、申し訳ない。プリプリです。エビの食べ方がかね、美味しい。ほったて、うん、ほんと、うん、だっておかわりしていいって言ってたよ。うん、ね、絶対誰かと違うと思ってた。殻を割り始めてます、私は。わあ。絶対に今どこに何ですかね、綺麗にこっぴり。あ、待って、ハサミとかじゃない？あ、ねえ、今更だけどさ、ハサミもらってよ。すいません、ありがとう。あ、パプリカが丸焦げです。いや、うちもこれマジでよく焼き花も何でも丸焦げだ。ようやった。うわーじゃないんだ。アミちゃん、はい、ダメだよ、これ真似したら。はい、絶対に。恥ずかしいね。ね、ね、私こういう人なんです。やばい。楽しんでるかも、見てる人は。だめちゃめちゃバーベキューしたくなってるだろうな。あ、もう確実にハサミです。あ、本当ですか。はい、もう秒でした。一発です。よったらどうぞ。ありがとうございます。はい、よいしょ。すいません。ほら、おー、出た。ガライちゃんをもらったので、おめでここで大丈夫。ありがとうございます。一食ね。いやー、じゃあ私がエビをいただきます。わー、飲みすぎかな。感じじゃない。わあ、本当だ。わあ、うちの手が燃えるところだったぜ。イエーイ。よく置いてやって大丈夫？うん、こう。はい。これ完成だと思います。気候がいいね。おいしい。おいしい。待って、同じのにしてた。間違えた。あお。これじゃなくて。ハラミですね。ね、ハラミいけるよね、これ絶対。でも。色が、ありがとうございます。私はこれ、あ、見て、肉ばっかになっちゃった、うん、ゆっくり食べてね。口がせかしてるみたいになっちゃった。切るかな、で、切るか。美味しいですか。うん、よかったです、うん、なんか、はい。いや、ちょっとカニだけになりましたけど、うん、食べますか。あんまりお野菜とか、あ、玉ねぎ入ってないの、よかったね。あ、今更なのよ。お肉パーティーだ。うん、幸せ。なんか辛味噌があるな、うん、辛いの結構いけるはず。そこそ、なんかめっちゃ辛いのは全然無理で、ピリ辛が結構好きで、わざわざ辛いのを
食べに行ったりとかするんだけど、激辛ホットワットとかは無理かも。あ、激辛注意って書いてある。そう。本当だ。ちょっとにしようかな。ちょっと。なんか美味しい肉があったのすごい。じゃない、指が腹が。お尻の肉見つけました。ひだ牛出た。ひだ牛めっちゃ美味しいのよ。びっくりしたね。ゆったりと一回ね、あのバーベキューせかされるから、うん、夕食です。夜ご飯うん、早めやばい、これは早く行った方がいいぞ、うん、おいしい。毎年一期生でバーベキューやるんだけど、その中でもこれが一番豪華です。来られちゃうな。こんな豪華なの食べてたら、こちら頑張ったし、あ、頑張った。最近なんか最近でもやっぱリハとライブ続きだったので、うんうんうん、結構動くのも多かったですし、頭もちょっと使いました、珍しく。仕事的にめっちゃ頑張ったよね。みんちゃんが、なんか忠実に次のリハまでに覚えてくるイメージ。あ、今は大丈夫です。ありがとうございます。いい人しかいない村には。この町は村の住人になってるんですけど、ちょうど平日だからね、周りもすごい落ち着いてる感じで。ちなみにもうすぐじゃない、ライブ始まるの。何やばい、何6時過ぎぐらいから今日ライブがあそこのステージで、もうすぐそこで行われるんですって。そう、やばい、めちゃめちゃ楽しみです。見る側は久しぶりです。そうですよね、うん、質問をさ、はい、いっぱいもらったの、はい、あ、ツイッターで。そう、それを読みながら、あ、ここからご飯を食べていいですね、と思いますが、Are you ready ですよ。OK。 うまいのよ。うまいからさ、止まらないの。ウインナー焼き出しながらでいい。ありがとうございます。かぼちゃ食べる？食べたいです。え、待って、ほっときすぎた。ちょっと待って、うん、あ、待って、生きてますか？一個生きてた、ちょっと、うん、いいんですか？うん、大丈夫。ありがとうございます。これちょっとここにちょっと飾っておこう。カニは大丈夫なのかな。大丈夫じゃないですか。もう置いとこう。ウインナー食べる？なんでじゃない？なんで？しかもこっちがいいっていう。何が違うんですか？わかんない。なんだろう。このなんかかっこいいウインナーはいいかな。一個質問読んでもいいですか？あ、お願いします。サザエを食べながら。サザエの食べ方がわからない。わかんない。うちも
スプーンいるんかな。ここにあるよ。いいんですか。ちなみにうちはサザエを食べたことがないので。え、入らないよね絶対これ。あ、カニのこれとかちょっと。あ、お借りしても。いいじゃんいいじゃん、ありがとうございます。いえいえ、楽しい、めっちゃ楽しい。どうしよう、取れた？取れました。お、これか。すごい、サザエってこんな感じなんですね。言いたいことはわかるよ。言おうとしてることはわかるけど。カタツムリ。言った言うと思った、本当に。言うんだろうなって思ってたよ、ちょっと。カタツムリの形に似てます。醤油かな。まだ私には早いな、サザエは。アミちゃんなんか割と何でもお野菜以外は何でも食べるイメージないし、あんまり他に玉ねぎぐらい。玉ねぎとネギもちょっと苦手です。あ、そうだね、ネギと玉ねぎ、まあネギですね。ちょっと質問いっぱいもらってるんで、見ながらちょっと質問答えていこうっていうか、絞ったらいっぱい来たもん。見ました、ツイッター。思った100倍来て、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどれにするとか全く決めてないんで、パパッとパンと目に留まったやつをいきたいと思います。じゃあまず最初に、急にどうしたんですかっていうコメントです。もはや質問じゃないっていうね。あ、わかった、めっちゃいいのが来ました。お互いに相手の羨ましくて超えたいという部分はありますか。わおお、面白いですね。この質問は思いつかなかったな。羨ましい、羨ましい、超えたいっていうよりも羨ましいは、始まる、羨ましいがまずメインかな。なんだろう、うわー、羨ましい。あ、わかった、私あります。なんですか。アミちゃんはすごく、なんだろう、愛されるイメージがあるの。こう近くの方にっていうのかな、こうアミちゃんアミちゃんってこう周りに人が寄ってきているイメージがあるから、それはすごい羨ましいなって思う。なんかそうなりたいっていうよりかは、すごい愛され力みたいなのを見習わなきゃなっていつも思ってます。だからちょっと超えたいっていうよりかは、素敵な部分として思ってるかな。ちょっとすごくない？だってさ、なんかさ、先輩とかにさ、あの、ハリさんとかね、とかにもさ、なんか、じゃんみたいな、喋りかけてもらったりとかしてるの見て、あ、こうやっぱもう、雰囲気だよね。もう雰囲気が、本当に柔らかいからさ、すごい、ちょっとキャラクターチックっていうの、本当ですか、ね、ちょっといいなっていつも思ってます。どうどう、こんな感じかな。あ、なんかあるかな、うち。なんでもいい、ちっちゃいのでいいからね。本当にいっぱいあるんですけど。いやいやいや、ないよ。でもなんか、
あ、カジさんとこうやって一緒にお食事とか連れてっていただける機会とかもあって、うん、そういう時に普段話さないような話をじっくり話すと、そのやっぱこの活動に対する考え方とかがやっぱ自分よりもそのしっかりいろんなことを可能性とか未来を考えてるなっていうのを感じて、あ、私ももっとこうしなきゃなっていうのを思う機会が多くて、うそおっぺけだよ。でも私はなんかそれが多分カジーさんがいろんなファンの方が応援したいって思う理由なんだろうなって。やだ、めっちゃ真面目になっちゃった言ったことないから。え、そうかな。本当になんか頑張ってる姿がすごく素敵で、やった褒められた。なんかファンとしてやっぱ見ててすごく希望をもらえると思いますし、私もグループのメンバーとして見てて、あ、私ももっとこういうことをやってみないとなっていう後押しをされる気持ちにもなるので、本当に羨ましくて。そうなの、なんかそうなってるんだったらよかった。そっか、もう先輩になりたいっていう願望だけはすごい強いから、ちょっと夢かなって。よかったです。かっこいいですよ、カジさんは。なるちゃんとかさ、なんかみんなさ、そうやって言ってくれるからさ、あの優しいからさ、そうやって言ってくれるけどさ、本当にあの本当に人生振り返った時に、あの人かっこいい先輩だったなっていう先輩でいられるように頑張るね。なんねえけど、これからも、うん、ついて行かせてください。マジでいいよ、ついてこなくて。歩きなさい、自分で。私についていてもあまりわからないよ。まあね、私が近くにめっちゃ素敵な先輩たちがいたから、そう、それのどれだけそれにすごいことかっていうのを知ってるからこそかもしれない、私は。素敵です、めちゃめちゃ。いやいや、うん、ラッキーガールなの、私。めっちゃ特に素敵な先輩がいたからさっていう感じだね。じゃあ次行きます。うん、うん、ありました、うん、お互い一日だけ入れ替わるとしたら何をしてみたいですか。うわ、あります。ある？ギターの演奏したいです。え、マジ？うちになって？はい、ナミちゃんでもできるよ。ライブとか見に行かせていただいたときに、うん、めっちゃかっこいいんですよ。うそー、みんな焦った。あ、大丈夫ですか？死んだかな。あ、大丈夫、いい感じ。すごい、もうすごいいい感じだった。肉焼く？いきますか。あと1焼いちゃう。えー、そういうことか。なんか自分で曲とかも作ったりされてるじゃないですか。そうだね、ちょいちょいですけどね。いや、私なんかいつかなんか曲の歌詞を書いてみたいなと思ってて、うんうん、そうだよね。カジさんになってこうギターをちゃんとかしながら、うんうん、ちょっと歌ったりしてみたいなって。素敵。いやでもやっぱ歌詞書けるのって本当にすごいことだから、なんか願望があるだけでもう一歩目なんよ。本当ですか？いやマジそうだと思う。うちなんか歌詞を書きたいってなったことがあんまりなかったから、今まで曲は作りたいっていう願望はあってもね、うん、だから本当にすごいことだと思う。ギターもし本当に頑張ろうかなって思ったら言って。やー、なんかちょっとなんか3つぐらいの行動を抑えられるようになったら、曲弾けるようになったんだ、うん、なるよ。1曲できるから、あのザマミロスキャットとか、はい、もうなんか3つぐらいあればサビできる。えー、マジマジ、ザマミロ大好きです。
ありがとう嬉しい。そうだよ、本当に。だからギターって意外と、あの、趣味程度とかだったら私みたいにすごい弾くようになります。あー、かっこいい本当です。もう根性があればできる楽器ですよ。ぜひ。ありがとうございます。一緒にやりましょう。虫さん、虫さん、虫さん、うん、私は私はアミちゃんになったでしょ。どうしよう、いろいろやりたいな。うん、19歳だよね。はい、どうしようかな、迷うな。一日で取れるんだもんな。アミちゃん、アミちゃん、なんか普通にあれかもしれないけど、安易な考えかもしれないけど、アミちゃんの生活を送ってみたいかも、普通に。そう言われるような気がして。あ、マジで。なんかすごい好きですよね、うん、その人の私生活みたいな、はい、バレてるね。なんか私結構人に興味ないとか思われがちなんだけど、うん、あの逆で、あのものすごい人に興味があるからあんまり出さないようにしてるの。あー、キモいのよ結構でアミちゃんは特にあんまり私生活が読めないからこそ何してるのかなって。何もしてないですよ。そうよね、それが何もしてないのが、何もしてない中で何をしてんだろうって。あね、なんか結構聞かないじゃんみたいに、はい、YouTube とか見るのとかテレビ見るのとか。でもテレビもあんまり見ないですし、うん、YouTube も、うん、結構母ちゃんの方が見るんですよね。最近の YouTuber さんとか結構知ってて、うーん、すごい。私が教えてもらうこととかあります。マジ、うん、なんだ。お部屋に、自分の部屋にいるときは何にするの。あ、ソファー、待てだ、ベッドに転がるとか。そうですね、寝っ転がってます。スマホはいじる。いじります。うーん、検索かけたり TikTok 見たりか。 TikTok 最近よく見ます。うん、危ない。 TikTok 面白いの。推しとかいないの。推しっていうか、なんか最近よく見る TikTok は。最近よく見る海外のドッキリはすごい好きで。どうなんの。なんかすごい感情豊かな方が、うん、めちゃめちゃ感情豊かな方が多いイメージがあって、うんうんうん、なんかその結構一個のドッキリなのにすごく感動したりとか、うんうん、なんかお店の、うん、お店にパーティーをしに来た親子がいるんですけど、友達が誰も来なくてずっと席が空いてるってなった時に、周りの人がすぐ来てくれるんですよ。なんで誰も来てくれないの。わー、すごいね。それは友達じゃないよって、僕らと一緒に楽しもうみたいな、うん、とか。マジ。プレゼントをそこで持ってきてくれたりとか、うん、すごいなんか見てて心が温かくなる。へえ、すごいの見てるね結構。そういう感じのを見てるのか。人情系か。そうですね。なるほどね。ね、結構焼けちゃったんだけど。いける？タンですか。タンだ。ね。ありがとう。あ、いいですか。いける？あ、はい。すいません、いっぱい取ってもらっちゃって。いえいえ。これも、うん、すごい火力です。ああ。これ怒られちゃうんですよ。今食べした。ドッキリか。確かに私も TikTok めちゃめちゃ見るんだけど、はい、海外のドッキリやばいよね。なんかめっちゃ規模でかくない。あ、そうなんです。なんかゾンビのやつとかもあって、自分が寝て催眠術かけられたんです、うん、あ、待って、知ってるかも。あれめっちゃ面白かったです。あれさ、
カニやばくない？行かないと。カニ？すごいことに気づいたかもしれないんですけど。何？これカニ使うじゃないですか。うん。なんかおほじったりするのって。あれ。でしょうね。うん。焼くんですかね、カニって。焼くっしょ。焼きますか。カニは焼くんじゃない？ですか。焼くっしょ、カニは。すごいレアなんですけど。めっちゃわかんないのよね、あんまり。カニ食べたことないからさ、あんまり。いきますか。え、カニって焼かないの？あ、すごい、それがいい、それがいいやん。あ、違う。骨折しました。結構な焼き具合です。すごい、見てください、カニです。カニを、わかんない、カニって何、生で食べるの普通は。わかんないんだよ。でもバーベキューですもんね。焼くのか。焼くんじゃない、やっぱり。しっかり火止めるか。はい、火止めたらつけられるの。これで止めたらいいのか。なんかでも押しって言ったね。そうだ。あれ。逆です。じゃあ。OK。一回つければいいな、これ。そうよし。ちょっとカニが来ました。すごい。バチバチ言ってます。やばいね、カニが。勇気が出ないね。まだちょっと触ったら熱そうじゃないですか。そうなのね。冷ましておきますか。飲みます？うん。三ツ矢神社はどっちがいい？三ツ矢飲みたいです。はい。じゃあ、ありがとうございます。あげます。うん。いただきます。見せました。むせむせ。大丈夫ですか？飲んでください。はい、ぴったりですね。ほい、ギリか。私はかかった側だから。いや、なんかいいドッキリは確かに感動するな。その催眠術のやつ、あれでしょ、女の子助けるか助けないかってやつだよね。見た見た。うちももともとあんまりよろしくない子なんだよね。で、そうですね、その子がをなんかもっといい子にしてくださいみたいなお母さんの願いみたいなので、強い男にこの催眠術でゾンビの世界に放り込んでっていう、そういうドッキリ。めっちゃでかいよね、器用が。そっか。まあ話脱線しちゃったけどさ、スマホを触ってる的な感じだったら不得以外に何触るの？ツイッターとか。あ、でも漫画。あ、漫画か。そうだ。漫画好きじゃない、あなた。それも何？行き当たりばったりで漫画に出会うの？あ、そうですね。なんか、これ読みたいっていうのも最初あったんですけど、うん、最近はなんか自分の読んだ漫画の、うん、なんかあなたにおすすめみたいなやつとかから、うん、新しいの見つけたりして読んでます。へー、すごい。あれか、今なんかさ、漫画もさ、気軽に読めるじゃん。ネットで。そうなんですよ。すごい、日がかりです。あ、BGM が出てます。素敵です。Thank you.
ということで、わあ虫来てる。虫が虫になります。それであの虫がさ、カメラのレンズに行くか行かないかっていう。あ、映りたいんですかね、もしかして。映りたい、映りたくない。これ映ったらめっちゃ面白くない。来た。いらっしゃるんですけども、うん、この BGM に乗せてまだまだ質問に答えていきます。食べない、まだ食べない、もっといける、行く、これもうそろ結構でもリカさんいっぱい食べる、やばいじゃん、やばいです見て苦情止まってきてるちら本当にあまり食べないね、気合は十分だったんですけど、でもなんかちょっと最初から言ってたのよちょいちょい全部なんか肉はこう種類いっぱい食べたいよねみたいな、食べたいけどがおなかね、なんか新幹線の時に言ってたんですよ、もうなんかやばいだろうねっていう、いろんな種類食べたいけどみたいな、まあ、焼き目だけ焼いとくか、だけね、カニなんかまだ一本はいけるな、うちじゃあ行きますか。よいしょ。じゃあ、2種類、2種類じゃない、2個だけ。
愛い。あ、イエーイ。はい。いやー、お腹の容量がさ、流行ればね。そうなんですよね。埋まっちゃうのよ途中で。うん、苦しそう。そうだよね。こんな美味しいお肉あったらいっぱい食べたいですよね。本当そうなのよ。なんか食べ放題だからね。じゃあ一回もお肉を買いし。向いてないですね。でも気持ちはいっぱいいただいたから。うん、幸せです。ちょっと呼ぼうかな。あれ？ちゃんと言ったよね。ギター弾きたいっていう。お、パパから連絡。アミナと言ってるのかって。パパ。なので。パパに送ります。最高なバーベキューをしております。食べ放題です。次いきますね。お、ふなかちゃんへ。二人のステージ上ですれ違うとき、アイコンタクトが大好物です。ちなっちゃんに対してとはまた違ったニュアンスのアミタさんなりの甘え方というか、あれってリハとかからあんな感じなんですか？とてもほえましい。もっとやってって来てます。あら、ふなかちゃんファンがいたよ。ありがとうございます。嬉しい。そう、なんか、まあ、ふなかちゃんって言われ始めてきっかけが、アミちゃんに入って1年ぐらいの時かな、うん、なんか徐々に仲良くなってきて、みんながどうにかわかんないんだけど、アミちゃんとうちが喋ってるところを見ないよっていう声をちょいちょいいただくようになったんですよ、はい、そっから仲悪いんじゃないのってなって、ふなかちゃんって名前がついた。で、私もそのふなかちゃんっていう名前がつくまでは、はい、うん、ほんと全くなんかアミちゃんと全然喋れないなとか思ったことなかったし、そこに気づけなかったの。アミちゃん喋ってないんだあんまりみたいな。だからこれの名前のきっかけですごい意識するなんか打ち合わせだったけど、あれそんなことない。私あのカジさんが前にイベントやられてたじゃないですか、シマちゃんと一緒にギター弾いたりとか、あのシマちゃんウィークで、そうですよね、ずっとシマちゃんとお仕事してた時代があったんですよ。なんか多分そういうのとかもあって、あれアミタと一緒にいないみたいなのもあって、確かにそうだ、思い出した。あのニーナが入ってきてくれた、3期生が入ってきてくれた直後ぐらいはニーナとうちので2人でやる仕事がめちゃめちゃ多かったので、なんか事故物件行ったりとか、テレビあのワールドチャンネリングか、アマゾンプライムのワールドチャンネリングとか、いろいろ2人で出させてもらうことが多かったから、めちゃめちゃニーナと仕事するじゃんと思ってたけど、したらなんかその直後ぐらいに次ゆりちゃんとめっちゃ仕事するようになって、二人でライブ出たりとか、私のトークイベントにゆりちゃんと二人で弾き語りのカジウリみたいな名前がついたりとかして、それで止まっちゃったんだよね。コロナになっちゃったの。それそこでコロナになっちゃったから、アミちゃんとその後なんか何かやりたいなみたいな、なんかいろいろ出てたんだけど、それがね全くなくなってコロナ禍に入っちゃって、溝がね、ガジーさんとそのイベントを提案していただける機会があんまなくて、うんうん、なかったの。そう、ね、なんかありがたいことにさ、こうやって個別のお仕事